5号艇宮本夏樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は惜しくも2着となりますが、なりましたが、まずはここまで戦ってみて、船足の評価いかがでしょうか？いやー、全権もらった時は何回6等取るんだろうなっていうぐらいな感じだったんで、ちょっと本節は忙しかったですね。はい。どのあたりが上積みはできましたか？いや、もう全体的にもう十分かなっていうぐらいな、このエンジンに対したらですね。はい。節感中の乗り心地の方はいかがですか？いや、ちょっと今日の前半がもう予期せぬちょっとターンになったんで、もう買ってくれたお客さんには申し訳なかったんですけど、ちょっと わからないまま準優にちょっと行きました。はい。明日の優勝戦へ向けての作業というのは何かお考えですか？準優がちょっと慌ててペラ叩いていって、それがそこそこ反応出てよかったんで、とりあえずはこれをキープしながらどうかなって感じですかね。明日は5号艇でのレースとなります。コース取り、レースイメージいかがでしょいや、エンジンメンバー考えたらやっぱちょっと西友さんとか、ユウとかすごいんで、ちょっと厳しいかなって感じですけどね。はう？い。展開をつける足にはしたいというまあ、ことそでこすは今日のね。足色を見た感じはスムーズには帰ってきてくれたんで、展開が開けばチャンスはあるかなって思いますけど。はい。スタートについてなんですが、見え方、ご自身の勘との比較いかがです？いや、今日はもうバッチリいけたとは思うんで、全速でいけてるんで大丈夫だと思います。地元、この大村水面での初優勝をかけた戦いとなりますね。そうですね。はい、気持ちは入ってるんですけど、ちょっとテックが下手くそなんでね、どうなるか分かんないですけど。はい。それでは最後にファンの方に向けて一言お願いします。はい、僕が来たら満州ですね。はい、買ってください。もう夢見ましょう。はい、よろしくお願いします。